プシュッ、プシュッ、プシュッと沈む、やばそうなボタンを作ります。折り紙を白い面が表に出るように三角に折ります。折り筋をつけ、広げ、90度回し、再び三角に折ります。広げます。中央に角を折っていきます。白い面が表に出るように4つの角を折っていきます。4つの角を折ったら一旦開き、角を折り筋にこのように合わせて折ります。他の角も同様に折り筋に合わせてこのように畳みます。広げて折り筋に合わせて折る、広げて折り筋に合わせて折る、このような赤い四角を作ります。裏返します。裏返してこの縁を中央に折ります。中央に折り、折り筋をつけ広げます。同様に他の縁も中央に合わせて折り、折り筋をつけ広げていきます。今つけた折り筋を使ってこのように持ち上げて、突き当たった角をこのように立てます。三角に立てます。同じように持ち上げて三角に立て、折り筋をつけ一旦広げます。4つの角すべてこのように折り筋をつけ広げていきます。再び角を立てます。4つの角を立てこのような形にしてください。今度はこの角を四角く潰していきます。四角に潰します。潰したら今度はこの角を外側に半分ずつ折っていきます。角を外側に折ります。こうすることでバネができます。あとはこの部分を伏せるようにひっくり返し、赤い四角を上に出せばボタンの完成です。上から押せばプシュップシュップシュッと気持ちよくへこみます。ぜひ作ってみてください。